もしもに備える住まい、電気設備のご提案です。ご存知でしたか？日本は自然災害大国なんです。地震、台風、水害などの災害に日本中で遭遇する可能性があります。地震、台風などで怖いのが二次災害です。建物、家屋の倒壊、火災、停電、断水など様々な被害につながる恐れがあります。二次災害から住まいと家族を守るために、もしもに備える電気設備をご提案します。まず通電火災を予防するパナソニックの地震安心板感震ブレーカー付き住宅分電盤をご紹介します。住宅分電盤に取り付けて使用する、性能・安全性に特に優れたタイプです。感震ブレーカーが震度5強以上の揺れを感知すると、まずブザー音と LED で警告、3分後もしくは即座に主幹漏電ブレーカーに信号を送ることで強制的にオフにすることができます。避難時にブレーカーを切り忘れても安心です。パナソニックの地震安心板感震ブレーカー付き住宅分電盤は、さらに2つの機能で安心を守ります。地震が夜間に起こった場合でも、ブレーカーをオフにするまで3分間のタイムラグを設けることで避難用の照明を確保、夜間でも安全に避難していただけます。3分後、自動でブレーカーをオフに、火災のリスクを減らします。また、電気復旧時の火災も予防します。地震発生直後、停電になりました。ブレーカーが入りっぱなしで、室内は危険な状態です。パナソニックの地震安心板感震ブレーカー付き住宅分電盤は、停電後電気が復旧すると同時にブレーカーをオフ、電気復旧時の火災を回避します。いつ起こってもおかしくない大震災、火災への対策は必須です。地震安心板感震ブレーカー付き住宅分電盤で通電火災を確実に防ぎましょう。避難に備えるパナソニックの明るさセンサー付きホーム保安灯をご紹介します。停電時に起こる思わぬ怪我や転倒、パナソニックの安心見える灯なら停電時自動で点灯、取り外せば避難時も役立つ携帯電灯に。避難時に心強いのは携帯できる保安灯、つまずかないための備えが大切です。火災に備えるパナソニックのワイヤレス連動型住宅用火災警報器をご紹介します。時には人の命までも奪ってしまう恐ろしい火災、夜間の場合不安と恐怖で冷静な判断ができません。パナソニックの住宅用火災警報器は LED ライトが夜間の避難をサポートします。住宅火災における死者の割合は高齢者が多く、その原因は逃げ遅れによるものが大半を占め、また夜間就寝時間帯に多いことが分かっています。単独型の場合、警報が鳴るのは火災を検知した部屋のみのため、火元が離れた場所では火災検知に時間がかかり、逃げ遅れにつながる危険性があります。しかし連動型は火元以外の警報器も無線で連動するため、家中に素早く火災発生を知らせることができます。さらに火災の発生場所を音声でお知らせするので、火元を特定でき、冷静な判断と行動を取ることができます。明かりつき火災警報器は、警報と同時に点灯する LED が周囲をほのかに照らし、
就寝中の夜間でも慌てず速やかに避難することができます。さらにアイセグ2と連携したさまざまな便利機能を搭載しています。火災の発生や状況をアイセグ2機器とスマートフォンに通知。和室で火事です。火災の発生場所はアイセグ2で設定した名称で表示することができます。またアドバンスシリーズと連携して火災が起こった際に家の照明を一括点灯、より安全な避難をサポートします。住宅用火災警報器の設置にはアイセグ2連携でさらに機能が充実したパナソニックのワイヤレス連動型をおすすめします。停電に備えるパナソニックの太陽光発電システムと装置連携システム S プラスをご紹介します。自然災害が起こると停電の可能性が高くなります。突然の停電でも電気を使うことができたら安心です。万が一停電になった際には蓄電システムで電気の備えをしていれば自動で電気を放電します。明かりはもちろん電気製品を使用したりテレビや携帯電話などで災害情報や避難情報を確認することができます。アイセグ2と連携すれば気象警報が発表されると停電に備えて自動で蓄電池に充電を開始するのでさらに安心です。蓄電システムがあれば昼は太陽光、夜は蓄電池に貯めた電気で賄うことができるので長期間停電が続いても安心です。これまでもこれからも太陽光の電気で暮らす生活をご提案します。断水に備えるパナソニックのエコキュートをご紹介します。非常時に必要な生活用水は4人家族で1日約12リットル必要です。エコキュートでは非常時に4人家族30日分を確保できます。またエコキュートは震度7相当に耐える耐震設計を施しており断水時も水が使えて安心です。地震、台風などによる二次災害から住まいと家族を守るために毎日が備える日。